さあ立ち上がりの中田なんですが、ワンアウト1塁3塁というピンチを作ってバレンティン、はい、これフルカウントからですよね、もう本当にど真ん中ってこのことでしょうね。17号スリーランホームランでスワローズが3点を先制しました。中田打たれました。ここで止められたらよかったですよね。で、雄平がスリーベース、ヒットでランナーが3塁ワンアウト、これツーストライクからまた真ん中寄りですね、タイムリースリーベースライト線でしたよね、はい、これ4対0。さあ4点をもらいました。先発のナーブソン、どういうピッチングをするかなと思ったんですが、初回三者凡退ですよ、なんかタイミングが、取りづらそうな、それで大きなカーブに、惑わされてる感じでしたよね。あっという間に三者凡退で、中田がリセットする暇がありませんで、2回の表のピッチングです。ワンアウトランナー2塁から川端にこのバッティングです、カーブでしたね、うまいバッティングですね、5点目が入りました。その後押し出しのフォアボールでスワローズが1点を追加して6対0となって、なおも満塁でこの森岡ライト線の2点タイムリーツーベース、もうチーム全体がいけけっていう感じですよね、8点目が入りました。相手は三振で2塁3塁となって、そのナーブソンにもレフト前タイムリーですもんね、9点目が入ります。さらにツーアウト1塁3塁からバッティング好調の山田、このバッティング押しもダメですよ ね、 そうですね。10点目が入りまして、ここで降板です。2番手香山がマウンドに向かいます。3回のワンアウトランナーなしから、さあ香山が登板でバレンティンを迎えて、このホームラン、逃げていったところのホームランですよね、18号、今日2本目となりますホームランで11点目が入ります。で、3回の裏、この回先頭の鶴岡がこれスリーベースを打つんですよね、まあ、なかなか見られないスリーベースですけどね、でこの後ワイルドピッチがありまして、とにかく1点を返します。11対1、もう焼け石に水という感じなんですが、でギレホがこのホームランを打つんですよね、ライトスタンドへ8号ツーランホームラン、チャンスで打ってほしいイベントなんですが、試合が決まったというような感じでホームランもね、まあでも、いいね、こういう高田のヒットとかね、高田が今シーズン、初のヒットを打ちました、ツーベースヒット、岩橋にマウンドを譲っておりますナーブソンですが、ここからの、タッチアップで帰れる足も動きますから、イレホがセーフラインを打ちまして、これで11対4となります。で、9回森5番手なんですが、いいピッチングをしました。ランナーサードにいてね、やっぱ向かっていく気持ちは変わらないですから、やっぱり少しタイミング外されてますよね。そうですよね、センターへの浅いフライで0点に抑えました。で、9回はスワローズは石山がマウンドに上がりました。去年クローザーの経験もありますが、これホームランかなと思ったんですが、本人もそんな感じがしてましたけど、ツーベースということで、なんとかこう一矢を報いたいところだったんですが、中村今日ヒットなし、ショートゴロでゲームセット11対4ということになりました。全ては序盤で決まってしまった試合でしたよ ね、そうですね、3回まで11点ですから、やっぱり勝てっていう方がやっぱり難しいですよね。そうですね、ただ3回以降は、だけを見ればホークスのペースで試合を作りましたから、明日の流れにはいい方向で持っていけるんじゃないですかね。気になるのはもう本当松田選手ですよね。